シャッター速度、シャッター速度、シャッター速度はカメラによる写真撮影の際、シャッターが開放され、フィルム、または撮像素子がレンズを通した光にさらされる、露出する時間、露光時間、シャッタースピード、SS とも略されるを言う。この時間が短いほどシャッター速度が速い、長いほどシャッター速度が遅いという。シャッター速度は ISO 感度、 絞りと並んで露出を決定する三大要素の一つである。また、シャッター速度が遅いと手ブレや被写体ブレを引き起こす。シャッター速度は、また、それを適切に調節することにより多様な写真表現を可能にできる。シャッター速度の系列には倍数系列と大陸系列が存在する。現在は倍数系列に 中間シャッター速度を入れて 0.5EV 刻みや 0.3EV 刻みの露出補正に対応するものも多い。ある被写体の適正露出は感度、絞り、シャッター速度の適切な組み合わせにより実現される。シャッター速度が適正露出に相当するものより早い、露出時間が短いと露出アンダーとなり、遅い、露出時間が長いと露出オーバーになる。 適正露出とシャッター速度の関係は以下の通りである。AE 自動露出カメラにはシャッター速度優先 AE、絞り優先 AE、プログラム AE などのモードがある。シャッター速度をコントロールして撮影する場合、シャッター速度優先 AE を用いると便利である。希望するシャッター速度に合わせて絞りが自動的に決定され適正露出で撮影できる。 また絞り優先 AE で撮影する場合、光量が一定であるとすると、絞りを開く F 値が小さいほどシャッター速度は速く、絞り込む F 値が大きいほど遅くなる。特に深い被写界深度、パンフォーカスを狙って大きく絞り込むときはシャッター速度が遅くなるのでブレが生じる可能性がある。シャッター速度が遅い、露光時間が長いほど写真にブレが生じやすくなる。 また、レンズの焦点距離が長い、防衛によりなほど、ブレは目立ちやすい。ブレには手ブレ、カメラブレと被写体ブレがある。手ブレは、手持ちで撮影するときにカメラを持つ手の震えによって、生じるブレであり、カメラブレの一種と考えることもできる。ただ、三脚などを立てて、手ブレが起きないような状態でもシャッターの衝撃や、三脚の動きなどによりが生じることがあり、 これを特にカメラブレという。被写体ブレ、モーションブラーはシャッターが開放されている時間に被写体が動くことによって生じるブレである。手ブレ、カメラブレは画面全体がブレるのに対し被写体ブレは動いた被写体のみがブレるのが特徴である。写真参照目安としては歩いている人がブレなくなるのがおよそ1、125秒以下。 運動会などのスポーツ撮影でブレなくなるのがおよそ1、500以下と言われている。手ブレは一般に35ミリフィルム換算で焦点距離分の1秒以下のシャッターを切ることによって防ぐことができると言われる。例えば50ミリ相当の画角を持つレンズなら1、50秒、100ミリ相当のレンズなら1、100秒以上のシャッター速度ならブレないとされる。 それ以下のシャッター速度では三脚や一脚などを利用することによりある程度解消でき、また最近のデジタルカメラや交換レンズの中には手ブレ補正機構が導入され、かなりの低速シャッターでも手持ちで撮影できるようになっているものもある。しかし、これらの方法でもカメラブレ、被写体ブレは防ぐことはできない。カメラブレを防ぐためにはリモートレリーズを使用する頑丈な三脚を利用する。 ミラーアップによりシャッター開閉のショックを少なくするなどの方法がある。被写体ブレを防止するには、さらに ISO 感度を上げたり、絞りを開く、あるいはストロボなど照明を利用するなどの方法により、露光時間を短縮するしかない。特に風景写真では、画質の良い低感度の下で、パンフォーカスを狙って大きく絞り込む結果、シャッター速度が遅くなることが多く、 風の止むのを待って、シャッターを切るなど、風などによる被写体ブレに留意する必要がある。一定のシャッター速度を確保しつつ撮影するには、シャッター優先 AE を選択する場合が多いが、暗い被写体の場合、絞りが開いてしまい、被写界深度が浅くなりすぎる場合がある。そのため、ISO 感度を上げることにより、 被写界深度とシャッター速度を両立するという手段も存在する。しかし、感度を上げるとノイズが発生することは念頭に置く必要がある。後日。最近のデジタルカメラの中には、ブレを防ぐために一定のシャッター速度を決定し、同時に被写界深度を確保するため一定の F 値を決定すると、自動的に適切な ISO 感度をカメラが選択するといい。 モード、飛ぶモードなどを持つ機種が現れている。シャッター速度の違いにより映り方がどのように変化するか、高速シャッターと低速シャッターで同じ被写体を撮ったもので比較してみたい。これらは同じ水の流れを撮ったものである。左側の写真では水のある一瞬が凍ったような形で捉えられているのに対し、右側では軽い被写体ブレにより、 水が白い糸の束のように表現され、流れとして捉えられている。このように、被写体を静止させたい時には高速シャッターを、ブレ、モーションブラーの要素を取り入れようとするときは、シャッター速度を遅めに調節してやると効果的である。なお、被写体ブレの要素を表現に取り入れて、低速シャッターを用いる場合、手ブレ、カメラブレを防止するため、三脚とレリーズの使用は必須である。 素早く動くもの、レーシングカーや飛行機などを静止、被写体ブレを止めるして撮影するためには、速いシャッター速度が要求される。作例1では1、125秒でミルクの跳ね返りを、作例2では1、2000秒という高速シャッターで高速で走るレーシングカーの姿が映し止められている。作例3は同じくレーシングカーを撮ったもので、 作例2と違って背景が流れている。これは低速シャッターを利用してレーシングカーの動きに合わせてカメラの向きを動かしながら撮ったものであ、流し撮りと言われるやや高度なテクニックを要する撮影方法であり、スピード感が強く表現されている。作例4は低速シャッターにより露光時間中にズームレンズのズームリングを動かして撮影したもの。 露光感ズームと言われる手法である。夜景や花火、天体写真の撮影では、三脚を立て、や、タイムなどの撮影モードでシャッターを開放するなどにより長時間露光、一般的に1秒間以上のシャッター速度のことを指す、を行うことによ、様々な表現が行われている。天体撮影においては、赤道正と呼ばれる特殊な課題を利用して、カメラを、 天体の動きに追尾させ、非常に長い長時間露出することにより、肉眼では見えない非常に暗い星や、星雲、星団などを映すことも行われている。作例後は35分の長時間露光による天体写真である。淡い銀河がはっきりと映し出されている。作例6は、奈良、東大寺二月堂の、お松明。8秒間、バルブでシャッターを開放し、 振り回される松明の火の鉱石が、銅全体を包むようにダイナミックに表現されている。作例7は、高速道路を往来する自動車のヘッドランプとテールランプの鉱石を13秒間のシャッター開放で表現したものである。このように、シャッター速度の調整によって、様々な写真表現が可能である。ただし、デジタルスチルカメラ特有の現象として、 撮像素子のノイズが発生する弊害もあることを念頭に置く必要がある。これは ISO 感度を過度に上げた場合や、露光時間を長く取った場合、または周囲の露光が得られない状況など要因は様々である。場合によっては特定のカメラそのものの弱点として出てしまう場合がある。作例8は非常に低露光の環境にて、 微弱な光源の撮影を試みたものであるが、低露光によるデジタルノイズが目立つ。これはこのカメラ特有の特性によるもので、この場合防ぐのは非常に困難である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。